今から16年前、セクシーフットボールと呼ばれ、卓越したボールテクニックとコンビネーションによるサッカーで並み居る強豪を倒して魅了した安高校。ファンの熱狂を呼んだあのサッカーから、高校サッカー史上最も美しいと評されたゴールが生まれました。2005年度の全国高校サッカー選手権大会決勝、安高校対鹿児島実業の試合は1対1で延長戦に突入。そのゴールが生まれたのは延長後半7分のことでした。この年の安高校は、高校サッカーの歴史を変えるを合言葉に、テクニカルで攻撃的なサッカーを貫いてきました。ピンチになってもボールを外に出さず細かくつなぐ、セクシーすぎるこのスタイルは、あの頃の高校サッカー界では異質なチームでした。しかし彼らは自分たちのスタイルを曲げず、信じて突き進みました。その先にあったのが、あの日その国立での決勝戦のゴールとなり、滋賀県勢初の全国制覇を成し遂げたのです。100年の歴史で、滋賀としてこの試合が歴史的と思われますが、もう少し前の滋賀県高校サッカー史を振り返ってみましょう。左に攻めます森山高等学校。この全国選手権、滋賀県勢として初の3位に進んだのは森山高校でした。さあシュートした、入った、入りました。1982年度第61回大会、この年の森山高校は強かった。森山高校は危なげない試合運びで準決勝へ。準決勝の相手は山梨県伝統校の韮崎。試合は惜しくも PK 戦負けでしたが、全国制覇が手の届くところまで来ていたことは間違いない大会でした。特に高身長の3年生望月悟を中心に、得点力が高いチームで熟成感がありました。その望月は後に2011FIFA 女子ワールドカップでコーチとして日本女子代表を指導し、初優勝に貢献した人物。さらにこの森山高校を率いていた監督は、後にアンダーセブンティーンなどの日本代表監督を務めた名将、松田保監督。1994年度第73回大会も森山北高校を率いて全国3位に導いています。そして2000年度第79回大会は県勢初の決勝へ。1997年度から2001年度までの5年間、滋賀県大会を制したのは草津東高校でした。第78回大会はベスト8の戦いで PK 戦の末敗れましたが、翌年2000年度第79回大会は福島県郡山高校、神奈川県桐蔭学園、石川県星稜高校、岩手県遠野高校、青森県青森山田高校と次々と強豪校を破り決勝へ。ここで長いホイッスル、勝ったのは草津東高校2対0。決勝は長崎県国見高校。14番の内林、真ん中には森が控えている。おっとこれはダメです。向こう側のタッチラインが割りました。10番大久保、前を向いたシュート、おっと惜しくも敗れ準優勝。しかし
全国に滋賀県のサッカーレベルの高さを証明した準優勝でした。その準優勝から5年、高校の応援席です。スピードフィジカル、逆サイドへの展開、素晴らしい、会場がどよめいた。さあ乾だ、乾中に入っていく、乾入っていく、ボールを落とす、さあ平村から、さあ平村から、素晴らしい、滝野決めた、滝野決めた、安高校勝ち越し。今大会は記念の100回大会、夢再び。